どうも、どうも、ドマピーです。令和の虎の、めちゃくちゃ炎上した西川です。激ヤバ志願者、激ヤバ志願者、西川です。どうも、トモハッピーのやっているカードショップカードンの店長のテアンです。でも今日はカードンの店長としてではなく、テアン個人として参りました、はい。これ何の会かっていうと、まあ、僕トモハッピーですよ、師匠ですよ、弟子ですよ。で、弟子になりたいって言ってるけど、視聴者投票で概ねダメそうな西川君。はい。この3人で今日はトークなんだけど、どういう流れだっけ？いや、恋バナをしてたんですよね。はあ、今この手前の段階で。恋バナ、俺はしてないけど、はい、西川君とかテアンのなんか好みがどうとかそういう話で。あ、そうです、そうです。そういう系の話で。うん、西川君がテアンに惚れちゃったからね。はい、もうめちゃくちゃ可愛くて。好きです。でもテアンも、テアンも、はい、好きって言ってくれること自体は嬉しいから、はい、こんなに俺は、君はこんなに好意を出せるのは素晴らしい才能だから、はい、いいぞ、もっとやれって言ってるんだけど、はい、挨拶みたいな感じで、本当にアメリカ人とか通りすがりで、知らない人の通りすがりで、わお、ナイスフーディーみたいな、どこで買ったのみたいな、言うから、それやっていいことで、終わりました。日本では、前に出ないやつが多いから、はい、前に出るやつは有利だから、どんどん前に出ろって俺は、さっき言ってたんだけど、はい、でもそんな中、ね、すごい話が出てきましたと。はい。ちょっと海外に行った時の話が、うん、はい、面白くて、これ私動画回さなくていいんですかっていうふうに。そう、提案がプロデュースで始まった動画、はい、珍しく。はい。ちょっとね、海外の話。まず、うん、今僕仕事としてキャバクラとかもやってるんですけど、うん、それきっかけはその今回の話になるんですよ。うん、で、僕がもともと令和のドラマ昔から見てたんですけど、昔から見てた？結構20代くらい。なんで昔から見てたの？あんな感じなの？いや、なんかお会いできると思ってなくて、視聴者として楽しんでて、で、まあベトナムに経営者になりたいと思って、一回バカなんでちょっと勉強しようと思って勉強行ってたんですよ。うん、で、その時に出会った人がいて、女性なんですけど、はい、その人がまあその、うん、その時僕23で、その人が30歳だったんですけど、うん、そのすごい学生であったんですよ。学校で、真面目に聞いてますか？いいじゃん、はい、学校であったんですよ。で、何の学校ですか？ベトナムのハノイ大学っていうところなんですけど。ああ、はいはいはい。ああ、ハノちゃんね。はい、うん、で、そこで校長元気してた？はい。で、そこで会ったんですけど、その家に呼ばれるようになったんですよ、うん、あれですから、うん、で、最初はパーティーみたいな感じで、みんな学生、同級生みんなで同じクラスだったんですけど、行ってたんですけど、うん、まあ、途中から個人で呼ばれたりもするようになってて、でも、結婚してたらしいんですよ、中国人の友達聞いたら。中国人の女性なんですけど、女性が仲良くて、だんだん少人数も呼ばれるようになったんだけど、結婚してると。結婚もともとしてて、旦那さんはいろんな、もう金持ちですごい中国の大富豪で、まあ、中国の大富豪は寛大だからな、旦那さんもな、まあいろいろあるかも ね。で、海外にいっぱい行ってるらしくて、うんうん、僕がいたベトナムにはいなかったんですよ、その旦那さんは。ああ、飛び回ってるタイプや。こち亀でいうところの中川の父ちゃんみたいな。そうですね、そうですね。知ってんのかよ。いや見て、僕は、そうですね、知ってる、知ってます。こち亀見てるやつは成長するよ、商売。あ、そうなんですか。いい、こち亀は俺のバイブルやから。あ、そうなんですか。俺が商売になったきっかけはこち亀だった、それは確かで。で、僕はその奥さんが一人だったんですけど、家族、両親、お母さんとお父さんと一緒に住んでたんですよ、その家に。で、僕は最初はパーティーで呼ばれて、個人で呼ばれるようになってて、もうちょっとハキハキ発生して、最初は学生みんなで集まってたんですよ。で、途中で個人で呼ばれるようになってて、うん、僕はもう途中で好きになってたんですよ。うん、何歳？当時は僕23だったんですけど、その30歳で、うん、で、多分寂しかったんですよね、相手が旦那さんも多分いろんな国行ってて、いろんなとこに女の子が、人は皆寂しさを抱えてるからね、多分いて、で、僕は普通に好きだったんですよ、うん、でも僕の普通に好きってのはね、すごい上げまんだったんですよ、本当に。一緒にいるだけで波長が引き上げてくるような、この人と一緒にいるだけで自分のリズムが乗れるみたいな。そうこれ大事。そうなんです、異性選びはそれ大事。顔が可愛いのはもちろんですけど、それ以上に波長というか、この人がいると自分が成功者になれるんじゃないかって感覚させる。ちょっと待って、はい、なんだお前、ちゃんと喋れるんじゃないか。ちょっと思い出しちゃってごめんなさい。酒飲んだらちゃんと喋れる、はい、で、そう、僕はその時学生で経営者になりたいと思っていろいろ勉強したんですよ。こいつトーク力あるよね。うん、面白いですね、お話ね、うん、本当ですか、うん、ありがとうございます。
自信持っていいよね。で、堂々としろ、はい、目を見て、カメラ見て。聞いた話だと、あの僕は最初、結婚してるって聞いたんですよ。うん、で、今は本当分かんないです。ただ、ベトナムめちゃくちゃ金持ち の家と車とかいっぱいあって、うん、でも一人で暮らしてると。これ本当に結婚してるのかなって最初思ったりもしてたんですよ、うん、家も用意されて、うん、両親一緒に行って、うん、だったんですけど、でも好きになっちゃったんですよね。で、ある時に一緒に行った時にこう向こうからなんですかね、こう体の接触が向こうからえ、なんだお前襲われたみたいな。自分はその気じゃないけど、いや僕もめちゃくちゃ好きだったんですよ。びっくりしちゃって、当時はまだ若23ぐらいだった。胸ぐらつかまれたような感覚だった。まあ同じような感じのでええみたいな、はい、ええ同時になんか笑っちゃった。ちょっと笑っちゃうっていうか、うってなっちゃいました。笑わなかった。もうその時は笑わないの。いや、笑うっていうかちょっと驚いちゃう、うん、こう来るんで、うん、うみたいな。じゃあ俺らが笑うだそんなことは西川くんが殺されることあんの、はい、いや、だったんですよ、当時は。いいじゃん。で、うん、痩せた今。まあ全然もっと痩せました。痩せろ。すいません。あと安藤社長に10万返せ。わかりました、返します。今日この2本立てだから俺、はい、痩せろと安藤社長10万返せしか言えない。視聴者の方のコメントでもあっただろ。はい、ありがとうございます。10万返せ、話はそこからなんだよ。わかりました、ちょっと頑張って稼ぎます。何が弟子だ、お前。すいません。姉弟子はい、もう手やさん、ワンちゃん姉弟子、手やさん、そうですね、弟子にしてくれてるから、はい、で、それでその後で、まあ僕は本当に好きになっちゃってて、で、まあ、向こうはどうだったかなんですけど、洗脳力も高い人だったんですよ。洗脳力っていうか、洗脳力って洗脳されたの。まあされましたね。いやいや、それは別に違うよ。洗脳じゃなくて、はい、それはあの大好きだからメロメロさせてあげるってことでしょ。まあ、どういう洗脳力ですか、相手の。ああ、いいコメントするね。いや、なんかあの家に呼ばれるんですけど、家で密室だったんですけど、うん、まあ、基本的にこう感情が揺さぶられるような感じで、もちろん綺麗なんですけど、うん、なんですかね、あの顔が綺麗っていうのはもちろんそうなんですけど、人間的な魅力がすごい溢れた。え、それ洗脳じゃなくてただの恋なんじゃないですか。まあそうかもしれないです。テアンさん可愛いです。あ、はい、はい、わかりました、うん、いや、テアンは可愛いのは別に言わんでも分かってるから。はい、わかりました。高木さんと間違えるけど、たまに、はい、誰か高木さんと間違える人いるから。もうさすがに違い分かりましたよね、皆さん。はい、中身があの長いのはテアンです。ちょっと短いのが高木さんです。これだけは。まあいいや。で、僕は本当にその向こうは僕に言ってくれたんですよ。なんかタイランって呼ばれたんですけど。タイラン？タイ、あの、良太郎っていう名前が、西川良太郎っていう名前、いや、あの、中国語の。あ、タイランね。タイラン。俺は在東幼稚園。あ、そうなんですか。在東幼稚園。在東幼稚園です。在東幼稚園。幼稚園。幼稚園さん。陽キャでしょ。どういうことですか。いや、幼稚園、幼稚園なんよ。だから陽、陽キャの陽。ああ。知らんけど。で、とりあえず。で、なんか、タイランは、うん、もともとその人が仕事をやってて、一緒に、まあ、今はキャバクラで働いてもそれがきっかけなんですけど、一緒に何かを販売してお金を儲けようって話をしたんですよ、うん、例えばで、僕は当時その、まあ、当時は結構持ってだったんですよ、学校では。あ、そうなの。はい、学生時代ちょっと持ってて、うん、持ててたかもしれないけど、話も持ってるとこあるよね。まあちょっとたくさんあります、うん。ちょっと待ってただけだろ。ちょっとすね、ちょっと本当に。オラオラしてたって聞いたよ、ベトナムの人が。X で言ってた、オラオラしたの。いや、あの、オラオラで行ってモテようとしたっていう。ちょっと来てみて、オラオラで。いや、できないです。ベテランに行ってみてさ。いや、できないです。もともとそういうタイプじゃないっていう。あ、そうなの、はい、あ、海外補正でオラオラしてたんで、モテようと思って。あの、好きな人がいた時に。まあ、実験みたいな。そうですね、うんうんうん、やっぱ、あの、なんて言ったら、オラオラ。いや、いろいろチャレンジする姿勢があって、俺それ好きなの。え、でも、いろんなことやってみようっていう。結構モテるってポジショニングじゃないですか。確かに。分かる。A の場所が持たなくて、はいはいはい、B の場所が持てるから、うんうん、海外行って持ってたの。手はもう、あんま持てないから、カードゲーム業界に来た可能性もあるから。いや、私は別に。どこでも持てる。常に持てる。はい、自信すごいっすね。はい、え、ちょっと教えてあげたかも、自信ない。射程に。お願いします。あ、そう、俺ね、弟子にはできないけど、射程ならしてもいいかなと思ってるから、ありがとうございます。弟子の手案もたまに使っていいよ。はい。でも教えてあげて、いろいろ。で、はい、モテのなんか教えてよ、お願いします。いや別にあのそんな今教える回じゃないんで。あ、いいんで、はい、そので当時あの言われたのはタイラン、僕はそのタイランで一緒にその姉さん、うん、あのイルマーっていう人なんですけど、イルマー、まあ、姉さんって言うんですけど、うん、そのサポートしてたんですよ。その学生でその学生をとコミットして仕事が結構、え、それよくあの電信柱にさ、はい、貼ってあるさ、お金持ちの素敵な女性のエスコートするだけですみたいな仕事と同じ、うんうんうん、お金もらってたの。お金っていうのはご飯作ってもらったりとか。作って？ご飯を作ってあげる側じゃなくて、いやもうったら、いやもう作ってもらったりとか、食べてとか、サポートしてたんじゃん。
まあ、その学生のサポートじゃないですけど、はちょっとだけ1回しかしてないですけど、1回1回だけですね。僕1回しかやらせてもらえなかったです。で、捨てられちゃったんですよ。何の役割だったんじゃ、結局何が貢献できたか、何が相手にプラスだったの。いや、僕がその好きになりすぎちゃって、夢中になっちゃって、もう他の男の友達とかってよりその人に夢中になっちゃったんですよ当時、うん、でもう本当にくどかったんや。くどかったですし、本当にカロリー高いの取りたかったです。本当にこの人を奥さんにしたいなと思ったんですよ。あの、自分が成功するんだったらこの人。それが令和のドラで言ったしてる一回、いや、それは今、これは今回は違うんですよ。これは今回は違うんですけど、一回目はそうです。じゃあその今回の失礼の話も聞くわ。とりあえず海外で、はい、あの一瞬、ヒモアシスタントだったけど、はい、振られたってことね。振られたっていうか、僕と令和ドラで言った失礼の話聞かせて。あ、わかりました。そのアフターストーリー、その1回目の話ですが、その1回目はその旦那さんが、金持ちの旦那さんがタイに、あ、ごめんね、1回目の話終わりました、はい、ごめんね、これ繋がってるんですよ。タイに、タイに住んでるんですよ、今、姉さんは。で、ちょっとそっちに喋って、はい、で、旦那さんが呼び出したんですよ、タイに、はいはい、で、旦那さんが僕との関係がバレて、え、それいつの話ですか。でも2年前ぐらい。カメラ回ってんの、ちゃんと。で、旦那さんとの関係にバレちゃって行っちゃったんですよ。で、タイランはお金持ちになったらお金が必要だって言われたんですよ。だ、要は僕はお金持ちになったらその旦那さんと別れて付き合ってくれるっていう話を当時したんですよ。でも多分中国の旦那さんはめちゃくちゃ金持ちなんですよ、うん、いっぱい家持ったりとかして、うん、中国の金持ちはマジ金持ちよ、うん、でもその時マジヤバいやついるよ、うん、言ってくれたのはね、それタイラン、あなた絶対成功するよって言ってくれて、また、さんも本当ですか。絶対か分かんないけど、あの、なんだろう、心の持ち方次第では成功すると思う。あ、本当ですか、うん、ありがとうございます。で、言ってくれて、それを原動力に1回目の出演があったんですよ、うん、で、好きで、ベトナムが好きっていうよりは、そのね、出会ったおね、その同じ人が大好きで頑張って必死で、自分がその要は告白するって本当に好きだったんで、こう営業力が足んないと思ったんですよ。で、営業のバイトをちょっとして、うん、本当に好きだったんで、そこで悔しくて初めて行ったんですよ。あ、それで今のバイト、それはその以前の1回目なんですけど、はい、2回目は、僕はあの都内でキャバクラのバイトをしてるんですけど、はい、今回の出演の経緯としてはしてるんじゃなくて、はい、終わったんだろ。終わりました。してたんだろ、はい、してました。女の子の手を出そうとしてクビになったんだろ。いや、それは違う、その何でこれはあんまりカットでお願いしたいんですけど。カットないよ、無編集チャンネルだって、はい、このアプリの15本ボタンだよ、はい、まあ都内のエリアで、うん、カットないからね、はい、都内のエリアで好きな人ができちゃって、うん、あの店働いてたんですけど、うん、でその人が好きだったんですけど、僕があの好き夢中になりすぎて他の人の関係をおざらにしちゃって、うん、消されちゃったんですよ、その職場で。誰か、あ、僕が。あ、でその人とも会えなくなっちゃって、仕事が手につかなくなってクビになったんだろう。使えないから。まあそうですね、使えないですしもうクビになっちゃいました。すごい悲ちゃんとやれ。だからさっきも言ったら、はい、ああそうか、前の話だからね、はい、いや、大きな信頼を得るためには小さな信頼の積み重ねが大事なの、はい、カードゲームでも1ターン目1ドン、はい、2ターン目3ドン、はい、3ターン目5ドンってだんだん積み重なっていくことが大事なの、はい、いきなりそのダメよ、ビッグハンターしちゃダメよ。わかりました。でもちょっとショックで、着実に積み上げていけ、はい、前に出るのはいいね、はい、前に出るのとは別で着実に一歩一歩進むべきとこは進まなきゃいけない。はい、ペアも日々頑張ってるよ、それで、はい、苦労しながら、カードゲーム業界っていう新天地で、はい、一歩一歩できることをしっかりやっていくっていうのはちゃんとできてる。その調子に乗った私モテるんですってだけじゃなくて、うん、ちゃんとやってるんよ、はい、やれよ、お前も。わかりました。あと痩せろ、はい、あと安藤社長に10万返せ、はい、わかりました。で、その子にはちょっとさすがに結婚は、だから旦那さんと比較したらその金で苦労しただから無理って言われたね。まあそうですね、あの、うん、本当に多分一瞬だったんですけど、うん、好きになってくれたんですよ。で、僕も本当に好きで、この人、ね、一瞬って何日何週間。いや、でもその1年くらいの期間。え、1年間好きでいてくれたのに1回しかセックスしちゃうの。僕不憫だね。そうです、ちょっと今から陽太郎ちゃん不憫だね。ちょっと落ち込みますね、それ言われたなんか慣れてきちゃう。ハイボールうまで、なんか柴田赤でも、うん、それで都内に出て、うん、で、防衛始めたのはそれきっかけです。その、要は自分の実力を上げて女の子、好きな女の子を手に入れるっていうところが似てるなと思って。いや、それマジで結構よくて、人の不幸話ってみんな好きなの、はい、視聴者も、はい、そういうのどんどん出してこ、辛かったエピソードどんどん出してこ、はい、俺聞いてあげるから、テアも聞いてあげるから、うん、で、それはいいだろう、うん、本当に好きになった女の人は僕は本当に大切にしたいっていう人
んですけど、いつも自分のエゴのせいでどっかでこう、なんか本気になると離れていうことになっちゃうんですよ。好きになった人を本当に大切にするためにはやっぱりあらゆる面で自分を磨いていかないと大切にしきれないと思う。相手が不安になっちゃうと思う。今西川君の、そうですね、一時的には好きになるような魅力はあるんだけど、その生涯西川君を大事にしたいって思うかはもっと自分を磨かなきゃいけない。だから痩せてほしい社長に10万円返してほしい。しつこしつこい。いやでもその2点は大事ですよね。大事大事大事。そのめっちゃ大事。身なりに気を使えるっていうことと、うん、清潔感、あとはちゃんとこう過去の清算をされていることは結構本気で大事なんじゃないですか、真面目に。そう、うん、それがすごい自分の心残りで悔しいな。自分が変わりたいってきっかけはお金も、もちろんお金をっていうより、まあ自分の魅力を上げ、自分がどんだけこう、なんですかね、もう人間として成長できるかってことに今コミットしたいっていう。てかさ、意外と喋れるしまともなのに、令和の虎でもうちょっとそれやれ、はい、やれよ。いやでもあれは本当に茂木社長とかに頑張ったんだよね。そうです、頑張って自分がリスクを、ああいう役回りでも、うん、あ、成果を出すことがやっぱり大きな大事かな。まあ何も記憶残んないとああいう場に出てしょうがないからね。やっぱ動画が盛り上がる、俺共通してって考えは、動画が盛り上がることこそがみんなのハッピーになるよ。主催、虎、志願者、視聴者、動画が盛り上がるっていうことは共通したハッピーなの、うん、金が出ても虎と志願者はハッピーかもしれないけど、視聴者と運営はハッピーじゃないから、盛り上がることが大事。盛り上がった上でお金出たら持ってんだけどね。そうですね、出ないよな今の僕は。出ないですよ。いや、そう、僕はどう言ってんすか。本気で買ったり来てないんか。いや、僕はでも何しに来たら。でも、なんか一緒にこうきっかけになるじゃないですか、うん、ああいう場で自分ができることをやろうと思ったのと、うんうん、やっぱりいいよそれは、たまげた根性で、はい、でなんかああやって視聴回数を伸ばすっていうのは、やっぱノーインパクトよりすごい評価悪いかいいかってどっちかがいいなと思っちゃうんですよね。そうそう、あのね、市川かな子さんみたいなすごい評価が高い、はい、あの素晴らしいビジネスマン、ビジネスウーマンか、ゴミがどっちかがいいな。ゴミをやったんだな。はい、やりました。完全に中途半端にやるじゃなくて、そうです、うん、もう徹底しようと思って。それ頭いいよ。ありがとうございます。やっぱり俺ビッグになると思う。 ありがとうございます。で、2人目のステラは何は、あのそのキャバクラというか、こう働いた時に好きになっちゃったんですけど、うん、自分の実力と、うん、その夜の仕事のルールを知らなかったので、うん、まあ、その先輩とか教えてくれなかったっていうのもあるんですけど、消されちゃったんですよね。その僕が出世に、うん、出世じゃないですけど、まあ、邪魔になっちゃったというか、うん、まあ、僕の対応もその女性を好きすぎて夢中になっちゃって、周りとの関係おざなりになっちゃうとかあるんですよ、夢中になりすぎると、うん、そのお前が悪いよ。そうなんですよ。でこんな仕事打ち込んでないやつ教えてくれるか、誰が。はい、見捨てられたんだね。まあそうです。それでその女の人とはあったんですけど、僕が別のところで頑張ってる時に他の男ができてて、でまあいろいろあって、僕はそれが、いや他の男じゃなくて、お前男じゃなかったの。他の男じゃなくて、はい、普通に男ができただけでしょ。まあそうですね、男ができてて、勘違いすんね。でも僕は、まあ、相手はされてたのか。いや、わかんないです。されたのどっち。いや、されてなかったかもしれない。じゃあ他の男じゃなくて男ができたんです。はい、わかりますか、はい、リピートアフターミー、男ができた、はい、男ができました。そう、他の男じゃない、他の男っていうのはお前が男だった時に言う、はい、セリフ、はい、わかるか。はい、で今回は、今回出たのはそれが一つです。会えなくなってしまって、うん、動画でどんな表情も絶対広めて、うん、自分の思ったことをちゃんと伝えようと思ったのが、うん、一つの出演の動機でもあったのかな。それが原動力だよ、だからね。はい、そういう人との、うん、あいつらとらあんま分かってなかったけど、はい、すいません。お前の言い方が悪いね、はい、だからその僕はふざけてると思われてもいいけど、はい、その恋愛とかそれで悔しい思いしたっていう感情こそが、はい、僕の原動力なんです。なんで頑張りたいか分かんないやつよりよっぽどいいと思いませんかっていうのを言わないと、はい、すいません、ちょっとただ本当にたい、まあでも、うん、ふざけたキャラでさ、はい、でも本当に恋愛相談しに来たのかって思って、はい、すいません、あ、うっこすいません、あ、字幕入んないやつ、恋愛したおい、ふざけんなよ。そう、恋愛相談しに来た。でもなんか伝えたかった、まあ、面白かった、面白かった、うん、なんか伝えたくて、うん、そのどうにかしていいことよ、広げたかったんです。でも恋愛相談しに来たんじゃなくて、恋愛の原動力に頑張りたいからここに来ましたってことだよね。はい、でも一番ふざけてるのが
ベトナムでキャバクラお前が成功するわけないだろ。そうですね。ふざけんなよ。僕も成功しないですね。成功しねえよ。事業プランでしかも人数も少ないし、日本人と。何やってんの。はい、すいません。もうあ、でもそっか、それ含めて、はい、ダメダメなプランっていうのを含めて作戦だと。そのプランはちょっと確かに、うん、むちゃあるよ。まあでもお金は出ないと思ってました。視聴者はそれ後付けでそう言ってるだけだろっていうのが、はい、あの見方だから、一般的な、はい、これから見返してやるよ。はい、わかりました。いや正直今知られてるけど最低評価に近いから、その、はい、これから最低評価を得たらハードルが低いから、そうなんですね、どんどん評価を得ていける。高いとこから落ちるより落ちてるとこから上げるとこが簡単ですね。簡単簡単。不良がおばあさん信号を渡るのを助けたらめっちゃいいから、はいはい、そうですね、そうですね、めちゃめちゃいいから。いや僕もそっち話すよ、低いとこから上がっていこうが、うん、じゃあこれからテアンの弟子として頑張っていってな、はい、お願いします。はい、いいんですか。いいの。いいんですか。いい師匠。いいんですか。いやコキ使います。じゃあ、俺からしたら今日結論出ました。俺からしたら弟子にはできないけど、射程屋ならまあギリありかな。ありがとうございます。で、弟子の弟子ならありかなと。そして弟子も弟子ならいいって言ってるから。はい。あ、でもあの全て連絡はこちらでいただいて。LINE 交換してもらえますか、弟子の。はい、ここで。やだよ、お前。俺の実験考えてくれ。おい、おい、社長の金高いんだぞ。叫んなよ。だって私知らないですから。いや、今日、なんか、まあ、ぶどっちよ。まあ、ぶどっちでいいです。え、まあじゃああとは要会議します。それは、はい、あのとりあえずまあ射程ならいいよ、弟子いいよ、ただし連絡はこちらで。孫弟子ってこと。え、孫弟子やだな俺。連絡は直接拒否だし、いやもうなんか僕あのあれ拒否だし。じゃあ俺を通して会える時だけ教えてあげるっていう関係ね。関係性ね、はいはい、まあ、ちょっと距離がそんな甘くないな人生。そうですね、甘くないですね、こんな綺麗な人。だから面白いよな人生、はい、そうなんですよ。ここをどうクリアしてドラクエみたいな感じで考えていこうかなと思って。ドゥフみたいな笑いやめろ。すいません本当に。ドゥフみたいなやめろ。はい、すいません。でもなんか良、うん、かったっす、出て本当に良かったでしょ、はい、本当仲良くなったし良かったっす。めちゃくちゃあのリスク取んないとやっぱなんかやっぱ何でも。ちょっとごめん、言うことは合ってるんだけど、はい、うさんくさいな。すいません。でもね、結構若い頃本とか、若いんだけど今も本とか読んで勉強して、なんかその概念は分かってるんだけど、そのえ、でもマジでビッグになる気がしてきた俺。変わってますからね、相当。なんか誰の記憶にも残んないやつってビッグにならないんだよね、うん、やっぱ今本当にビッグになってるやつって異端児なことが多いんだよね、もともと。俺も小学1年生の時スカートめくり王で、あのホームルームで吊るし上げられて、あなた、斉藤友春くんかな、友春くん、あなたがそのパンツ見せてって言われたら恥ずかしいでしょって言われて、いや全然テーブルの机の上に立って、うん、すっぽんぽんになって、全然恥ずかしくないですよ、僕自分がやられてるのをしないんでって言ったら先生泣いちゃった。小学1年生で先生泣かした。そんなやつだったから今温厚になれてる。そんなやつだから問題児になってる。やばいやろ、やばいよ。先生泣かしたからもうそれも結構。この子どうしたらいいの。なかなかハードすぎて困りますよ。やばいよ。僕テアンが先生だったら 100%、はい、今同情してます先生に。そう先生、はい、名前も忘れたけど先生かわいそうに。マジでかわいそう。でもなんか良かったっす、出て本当良かったっす。良かったね。じゃあ今日は良かったってことでハッピーエンドでフィニッシュ。またお会いしましょう。お願いします。西川くんのツイッターとか YouTube は全く気にしなくていいんで、テアンの TikTok は、僕もあと X は応援お願いします。お願いします。じゃあまたありがとうございました。ありがとうございます。